えっとこれはですね、私が今、えっとこの試しにやってみたんですよ、えー。Google 翻訳で英語の方にして、そしてこれをタップすると音声により入クになるんです。で、えっとデタラメにとにかく英語をパーって言ってみたんですけれども、そしたらちゃんと訳してました。あのこの聞き取りの部分で、 私、ここら辺でギャンブリングとか言った覚えはないんですけど、発音が悪かったんで、これちょっとこう間違って取っちゃったんでしょうね、これね。これ、だいぶだから間違いもあります。まず第一に、私の英語が間違っている可能性がだいぶあって、プラス、聞き取りが間違っている可能性があるんです。ただ、役の方は辻褄が合うように訳しているので、それでもうまく訳してあるみたいです、日本語で。じゃあ、これね、ちょっとね、今日はね、読んでいきましょう。これね、こういう風にやっていくと、どうもね、これがついちゃうんですよね、これ。なんか青いのがつくでしょ なんかこういういのがこっちは大丈夫なんだけど、日本語からちょっと読んでいきましょうね。私は英語しか言ってませんけれども、言わなかったんですけど、日本語の方を訳してあるので、日本語から読んでいきましょう。何言ってるんだか分からないまま読んでいくのも嫌でしょうから、ここからね、えー、っと、まあこれでも何言ってるんだか分からない場合があります。これどうしようかな。これ日本語でこれで言ってみようかな。本当ににやりたいこととなると 実際に何をしたららいいいののか決めれなはおおいいですねこれじゃあ私の声よりもこちらの方がちょっとちょっとあのもやっとした感じではありますけれどもいいでしょう声がいいからねじゃあこの声と一緒に日本語を音読しましょうせーのそれ「本当にやりたいことになると実際に何をしたらいいのか決められないのはこの国での経験があまりなく」 自分とは大きく異なる文化に囲まれているからです。状況を評価する非常に優れた方法を持っているので、この国では私はあまり合理的な地位や視点を持てません。それが私が次に何をすべきかを決めることができない理由です。従って、 この優柔不断な態度は人々に私がそうではないという印象を与えるでしょう良いリーダーになりそうな人ですが、いずれにせよ、私は実際には優柔不断な人間ではないと言わなければなりません。非常に優れた決断力があり、非常に優れた能力を持っています。 社会では非常に自信を持っており、実際にリーダーになれるのですが、今日では本当のところ、私はリーダーにはなりたくない。なぜなら私が本当になりたいのは一人称ではなく二人称だからです。アシスタントになることで、何かをするときにストレスを感じず、 何かをかけることなく、自分自身で達成する必要がなくなり、社会がグループで何か素晴らしいことを成し遂げることができれば、それが私の最大の幸せだと思います。私の周りは幸せです。これ最初の、最後の部分はちょっとね、訳がね、途中で切れてるように訳してますので、えっと、ほんと、 I can be the happiest when the people around me are happy. こっからこう切れて、こっから文章になってるんだけど、これはそれはちょっと文章切れてると思ってなかったら、これ訳役がおかしいです。それから、あともう一個だけとても、えっとね、えー、状況あ、ここだ、ここだね。状況表現するの必要は、この国では私はあまり、それが私のないですけど、ね、あ、これですね。 この国では私はあまり合理的な地位や視点を持っていません。状況を評価する非常に優れた方法を持っているのでってなってますけれども、えっと、ああ、I don't have a very good, I do not のところがこれ役が抜けてるんですよね。これ do not 持って いるのでになってますけど、持っていないのでって私言ったんですけど、でも do not って書いてありますよね、ここにね。だから、音声もちゃんと認識してくれたはずなんだけど、役がちょっと違ってますね。こ,れはこの場合には役の方がちょっとおかしいと思います。えっと、まあ、とりあえず、これこのまま行きましょうか。間違ったまま。あのね、実は、 えっと、間違った英語、間違った言葉を覚えてしまう、間違ったやり方を覚えてしまう、あるいは私みたいな中途半端な英語をしゃべる人から英語を学ぶ、これ良くないと思うかもしれませんけれども、実際、言語を学ぶときに考えてみると、意外にあのいい加減ですよね、えー。先生にずっと学んでるわけじゃないですよね。完璧な日本語をしゃべる人から 完璧な日本語をしゃべる、えっと、両親から日本語を学んでるわけじゃないですよね、子どもの時にね。英語もそうです。でも実際、あのバイリンガルに育たないで、普通に育ってきた人が、新たに言語を始めるときには、完璧な人から教わるのが多分完璧だと思うんですよ。でも、それってなかなか難しいですよね。完璧な人から言語を教わることって。あの完璧なバイ,ンバイリンガがから教わるしかないかもしれないし。 あと、もしかしたらあの、えー、英語しかしゃべれない人から英語を学ぶかもしれません。もちろんそれはそれでいいんですけれども、そうするとかなり大変なハードルがある上に、あの自分なりに解釈するわけですから、かえって間違って覚えてしまう可能性がある。で、中途半端なやっぱり英語になってしまって、それ以上伸びないで終わってしまうという人が多いかもしれません。それよりは、私みたいに間違いだらけなんだけど、 えっと、この間違いだらけの人でもこれだけの英語はまあどうにかしゃべれるんだって思えば気楽になって、えっと、ちょっとくらい間違ってもいいやってどんどん進む人になるかもしれないので学校の先生にはなれないかもしれないけど本当の英語を使える人になるかもしれませんよねそういう点で、えっと、ここ今間違いだらけのこの英語をこれから読んでいきましょう私が読むよりもこの人に読んでもらった方がいいと思うんですよ、ね 一一緒緒にに読みましょうねねこの人と一緒に、ねえっと、さっき日本語なんかかったるい感じだったでしょゆっくりだったでしょでも実際英語の方で聞いてみるとかなり速いんですよ。ということは日本語のこのゆっくりさと英語のこの速さは同じ速さなんですよ。あのネイティブにとっては。ネイティブにとっては今の日本語が遅い。ネイティブにとってはここで読まれてる英語は遅すぎるんです。 でもそれでも頑張ってついてきてください。私もついていけないと思います。私は言いませんので <laughs> じゃあ行きますよ。せーの。はい。 very different from my own i do not have a very good way to assess the situation so i cannot have a very reasonable status and the point of view here in this country so that's why i cannot decide what to do next so this indecisive attitude will give people the feeling that i am not the person who it's likely to be a good leader but anyway i have to say that i am actually not indecisive person i have very good decision, and I have very good. I have a lot of confidence in the society, and I can be a leader actually. But today, the truth I do not want to be a leader because I what I really want to be is a second person, not the first person. Second, I don't want to get the first place, I want to be the second place, and I can. I want to be an assistant so that I do not have any stress in doing.

これ一年前にやった時には私、まあほとんど私の発音は変わってないはずなので、えー、聞き取りの中でいろいろ間違いがあったんですけど、これほぼ大丈夫です。しかも変な切り、私もあの、スラスラ言ったわけではないので、途中で、あまりにでも時間を置いて3秒か4秒時間を置いちゃうと、もう、えっと、音声や認識がなくなってしまうので、えっと、なるべく区切りなしに喋ったんですけれども、えー、発音的にはね、 えー、ほとんど間違わないで,来てます,ですから皆さんもここに英語ちょっと言ってみてちゃんと聞き取ってくれるかどうか私の英語を聞き取ってくれるわけですから、えー、皆さんの英語を聞き取ってくれないということは私よりもだいぶ発音が悪いということですそれは <laughs> あるいは文法が間違ってるということですからそれの、えー、まあ 自分の言語が正しいかどうか、自分の発音が正しいかどうかをこれでチェックすることができますので、で日本語がこういうふうに出てきますから、でそれもまあチェックの目安になると思いますので、これやってみるといいかもしれませんね。